発が17時55分だったと思うので、1時間前の4時55分ぐらいから、乗り込み開始の予定です。で今が、4時39分なんで、もうそろそろ、乗り込みが開始される予定ですね。なのでちょっと遅いです。フェリーが見えます。大きいです。ライトがあります。で救命胴衣で、こっちもライトのスイッチとアメニティは歯ブラシとタオル。お風呂に入りに行くとは悩みますね。入った方がいいのか。出港まであと30分ぐらいはあると思うんで、
展望デッキに出ます。よいしょ。
が見えます。
撮ります。仕事場へ向かいます。で、だいたい車で志布志港から1時間ぐらいですかね。で、また夕方、志布志港へ戻ってきます。弾丸フェリーなんで本当往復だけで、だいたい4万円車車両込みで4万円でした。で、普通に乗ると6万円近くかかるのでだいぶ安いと思います。もうそろそろ取引先の、近くです。だいたい1時間ぐらいかな、船を出て、まあ、50分ぐらいで、到着しました。一応、畑だらけですけど都城、市街地になります。こんにちは。今日は12月24日、時間にして15時15分です。今、宮崎県都城市にいまして、これからフェリーに乗るために、志布志港へ向かいます。弾丸フェリーですね。久々の弾丸フェリーになります。4時半ぐらいから、受付を開始するということで、まあ、都城からだいたい1時間、程度で、着きますんで、まあ、いい時間になるかなと、思います。ゆっくり、行きます。安全運転で。左方向です。志布志港へ到着しました。サンフラワー目の前にいます。まもなく右方向です。その先狭い道路に入ります。実際の交通規制や道幅。自動発見機で発見ができます。開始し始めました。大阪の時と違ってすごいスムースに動いてますね。感じます。
ということで乗り込みます。歩いていきます。ありがとうございます。前になります。こちらはこんな感じですね。まだ船が動いてないので、船内はしんとしてますね。結構学生さんが多くて今日は、賑やかな感じですけど、ちょっとこういう空間に入るとテンション上がりますね。それでは出航がしたら外に出てみてようと思いますが、今外はもうこんなに暗いです。もう夏至じゃない、冬至の2日後ですので、出航時の5時55分にはもう真っ暗ですね。ということで出航を待ちます。まだ乗り込んでますね。ということは15分から20分ぐらい今日は遅延しそうです。今もう5時55分近いので、でもまだお腹空いてないのでどうしようかな。お風呂も入りました。はい、どうも了解。
時に寝てました。向き合ってということで、ご飯を食べたんですけど、多分しぶし発はすぐに揺れ出すので早めに寝ます。概要に出たらすぐに揺れ出しますので、もうこの辺で寝ちゃわないと多分揺れます。今日の波はそんなに高いとは聞いてないので、まあ大丈夫だと思いますけど、まだ出たばっかですね。湾の中にいるのでそんな揺れないです。ここまで来るとちょっと揺れ出しますね。水道あたりがまあ揺れるけど、多分9時過ぎ10時過ぎとかになると思います。寝る準備をします。おはようございます。今日は12月25日朝5時です。昨日早く寝て、ぐっすり今起きました。ちょっと船内散策しようと思います。部屋はこんな感じですね。慣れた。狭いっていう人いますけど、私はこれぐらいがこれぐらいが好きです。なんつっても、それでは行きましょうか。鍵は忘れずに持っていきます。あと鍵閉まらないんで財布を、そうやったらまずいんで、鍵も必要ない。でも大阪の湾に入ってるはずです。見るか。乗ってるんでだいぶ歩き慣れました。7階ブシはまだ人気がないですね。人気がないので歩いてみると、この時間起きたのでトイレに行きます。何個かあって、例えば、シャワールームつきのトイレ、24時間シャワーを使います。ここはカレー以降車椅子
人も使えるやつですかね。いくつかは私の7階のトイレ、何回も紹介している綺麗なトイレです。このトイレは、ウォシュレット付き、全部ウォシュレットがちゃんと付いてます。小便器も今最新式のやつですね。横にこぼれないみたいな。ドライヤーが付いてます。で、女子便所は入れないので、ランドリールームがあります。3機使ったことないです。一泊だけ。コインロッカーが置いてあって、防犯対策ですか。あと自動販売機、値段は普通の値段。こういう船内だと高そうなイメージですかね。普通に助かります。アルコールはちょっと高いのかな。そうか、ショップの朝6
6時から。トランスルーすごく広いです。キツル24時間クマも買います。で、ゲームセンター不思議と船ゲームセンターが必ずついてます。で、バイキングのレストラン、夜は普通に食べたんで朝はバイキング使いたいと思います。値段620円。下から吹き抜きを見るとこんな感じです。すごく天井が高い。共用部が広く取ってあって、共用部にいる人も結構いますね。人たち、お風呂空いてました。5時20分ぐらいですね。脱衣所はこんな感じ。一晩置いてますんでカラッカラになってます。誰も入ってません。でシャンプー、リンス、ボディーソープ、グラシエのやつが常備されてます。船が動いてますんで波がお風呂が波打ってる。これ入ると僕はなかなか好きなんですけど、ちょっと不思議な感じになります。ということで入ります。はい、
完了しました。一回で車が出せるまで部屋に戻って待機しようと思います。今日の相談はすごい上手なので、ほとんど振動なく説明しました。今8時21分、7時50分ぐらいに、大阪港に着いて、8時21分なので大体30分ぐらいですかね、待ちました。ちょっとトラックの、出庫に時間がかかったようです。で、これから、また会社の方に戻って仕事していきたいと思いますので、今日はご視聴ありがとうございました。船から始まる一日のルーティン。